味しかったわかめラーメン。結局ほとんどカナンさんを一人で食べきってしまいましたわね。あんなに美味しくできるなんて自分でもびっくりだよ。私ラーメン作りの才能あるのかな。将来うちの店でも出してみちゃったりして。ダイビングショップでですか。まあ軽い食事なら出しても不自然ではないかもしれませんが。でしょ。ですが先ほどのようなラーメンはおやめになった方がよろしいですわよ。なんで。ダイヤは美味しくなかった。美味しかったですが、いくらなんでもあのワカメの量は乗せすぎです。ワカメを食べ終わる頃には麺が伸びきってしまいますわ。あれでも少ないくらいなんだけど。ご冗談でしょ。せめて3分の1、いえ4分の1にしましょう。4分の1なんてほぼゼロじゃん。ゼロなものですか。もともと乗っていた量を考えればむしろまだ多いくらいですわ。そんなにわかめ減らしちゃったらすごく味気ないラーメンになっちゃうよ。お客さんだってがっかりするって。カナンさん、ラーメンの具なら他にもあります。チャーシュー、メンマ、白ネギ、味玉、これ以外にもオリジナルのトッピングだって作れますわ。オリジナルのトッピング。他の具材たちにも出番を与えてあげましょう。一人ぼっちではワカメも寂しいはずですわ。そうだね。確かにワカメだけじゃお客さんも飽きちゃうかもしれないね。ええ、そうですとも。ではワカメは適量に戻すということで。うん、サザエを乗せよう。サザエ?松浦カナンオリジナルトッピングメニュー、サザエ。一杯にいくつ乗せられるかな。山盛りサザエラーメン絶対美味しいよね。なぜそうも極端なのですか。加減を覚えてください。